はい、どうも。ミステリ小説ご紹介チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結構長い読書歴&ミステリ好きの私がネタバレなしで毎回テーマに沿ったミステリ小説をご紹介します。今回は綾辻幸人先生じゃない、館ミステリ参戦です。館ミステリといえば本格ムーブメントの先駆者綾辻幸人先生ですが、実は綾辻幸人先生以外にも多くの作家さんが館物を刊行しておられます。私の別の動画、冬にぴったり雪のクローズドサークルミステリ参戦でご紹介した密室黄金時代の殺人野崎ダーノ先生や、読者への挑戦状ガールミステリ小説4選でご紹介した水族館の殺人青崎優吾先生も変化版館物ですし、ハウダニットどうやってが丸々なミステリ小説参戦でご紹介した眼球道の殺人中規律先生は正統派な館物です。さらにロジックとトリックが秀逸なミステリ小説6選第2弾でご紹介したブレンカンの殺人厚川辰巳先生も新たな館ミステリとして話題になりましたし、どんでん返し&〇〇そうなミステリ小説参戦でご紹介した詩人層の殺人今村正弘先生も新しいクローズドサークルの形を提示され話題となった館物です。また本格ミステリの先駆的作家さんが書いた大人気なミステリ小説参戦でご紹介した島田宗司先生も斜め屋敷の犯罪という館物を刊行されていますし、タイトルに筋が入ったミステリ小説参戦でご紹介した我孫子竹丸先生の蜂の殺人や、アリス川アリス先生の46番目の密室も館物です。加えて読後心がほんわかほっこりするミステリ小説参戦でご紹介したクローズドサスペンスヘブン五条のりお先生も館物と言っていいでしょうし、長い期間が舞台のミステリ小説参戦でご紹介した時空旅行者の砂時計北条紀恵先生や、西田荘の殺人今村彩先生もズバリな館物です。挙げればキリがない感じですが、これまでにまだご紹介していないクローズドサークル&密室&館物のミステリ小説をご紹介したいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。まず最初にご紹介するのはこちら、笑わない数学者森博氏講談社文庫です。この作品はドラマ化もされた全てが F になるという作品と同シリーズで、ド直球な館物です。ご存知、天才才川助教授とこれまた天才西野園萌の2人が登場する S&M シリーズの3作目です。作者の森博先生は名古屋大学大学院修士課程修了後、三重大学工学部の助手を経て母校の助教授になられた、まさに先生であられたということです。代表作となった全てが F になるは実はシリーズ4作目だったのですが、全てが F になるが第1回メフィスト賞受賞作となったことでそれがデビュー作となりました。ご紹介するシリーズ3作目の笑わない数学者の文庫本の裏表紙の紹介文にはこう記載されています。偉大な数学者天王寺正蔵博士の住む三つ星館、そこで開かれたパーティーの席上、博士は庭にある大きなオリオン像を消してみせた。一夜明けて再びオリオン像が現れた時、二つの死体が発見され、才川助教授と西野園萌の理系指定コンビが館の謎と殺人事件の真相を探る超絶の森ミステリー第3弾。私の読んでみた感想ですが、この3作目に関してはからくりはすぐに分かったのです。何しろ館の形が特徴的でしたので。だけど読んでみてこの作品は別のところにテーマがあるという思いに至りました。この作品のテーマはからくりを解くことにはなくて、実は畳みかけるように提示される難問に立ち向かう天才のありさまを緻密に描くことにあるのではないかと思うようになりました。複雑な人間関係をも含む難題に天才たちはどう挑むのか、いやしかし
天才と天才と天才の会話や思考が、もう、天才すぎて、こちら側の思考が、なかなか追いつかない、ということが多々ありました。あと、各章のタイトルに、副題があるのですが、それが、物理学や数学における哲学、というような内容で。各章を読み終わって、改めて各章の副題を見ると、この副題は、何を意味していて、どういう事象を示唆していたのだろう。と考え出してしまって、もう、わけわかんなくなりました。でも、そこ、なんとなくでも想定できてくると、こういうことなのかも、という、ある種の納得感が生まれてきます。作者が提示してくれた、この作品の楽しみを、私はちゃんと楽しめている、って、感じです。そして、意味深で哲学的なラスト。深い。改めて全体を俯瞰すれば、対象、と、それが作り出す構造を、お楽しむための物語、のような感じもしました。あと、浮世離れした天才たちの思考の凄さ。いや、さすが、森先生。単なる謎解きな館物、ではなかったという感じです。未読の方、ぜひ読んでみてください。続きましては、こちら。風神館の殺人、石持あさみ、PHP 文芸文庫、です。石持あさみさんは、2002年、公文社のカッパノベルス新人発掘企画、カッパワー、第1期に選ばれて、西沢康彦先生の推薦のもと、アイルランドの藁、で本格的に小説家デビューされました。石持先生の作品は、類例のあまりないクローズドサークル、で事件が進行することが多くて、それが特徴です。なぜ、このような作風になったか、というと、実は兼業作家であるから、らしいです。兼業作家であるため、読書量が多くない。そのため、気がつかぬうちに、他の作家の作品とトリックが被ることを危惧し始め。そこで、1、同業者が書きそうもない舞台を用意する。2、その舞台ならではの事件をトリックなしで起こす。3、登場人物たちに議論させて、真相を見つけさせる。ということにしたのだそうです。石持先生は、2004年、月の扉、第57回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門の候補となり、2006年、扉はと刺されたまま、で、第6回本格ミステリ大賞小説部門の候補となりました。ご紹介する、風神館の殺人は、2018年、PHP 研究所から刊行された崖の上で踊る、を解題したものです。文庫本の裏表紙の紹介文には、こう記載されています。高原の保養施設、風神館に集まった10人の男女。彼らの目的は、自分たちを不幸に陥れた企業の幹部3名に、死をもって償わせること。計画通り1人目を殺害した彼らが目にしたのは、仲間の1人の変わり果てた姿だった。誰かが裏切ったのか？皆が疑心暗鬼に駆られる中、さらに仲間が殺されてしまう。信頼と猜疑が交錯する、密室ミステリーの終作。崖の上で踊る、お解題。私の読んでみた感想ですが、特殊な状況下でのクローズドサークルで、確かに他の作家さんでは見たことのないシチュエーションでした。そして、登場人物たちが議論しながら、真相に近づいていくのですが、皆さん、頭脳明晰で論理的だし、観察力、記憶力もすごいな、って感心しました。石持先生の別の作品、扉はと刺されたまま、もそうだったんですが、この先生の作品には、一種の様式美みたいなのがあって。クローズドサークル、プラス、ホワイダニット、に特化した、ゴリゴリの本格、というのは、本作でも踏襲されていて、私は好きです。論理展開を味わう感じの作品で、でも、館物だから、ちゃんと平面図も載っていますし、物的証拠ではなく、動機や状況証拠メインで推理が詰められていくのですが。最終的にはちゃんと解消されるし、真犯人もちゃんと明かされるので、すっきりできます。あと、緊迫しているはずの場面が続くんだけど、全体通して、なぜか、のんびり感を感じるのは、登場人物が、頭脳明晰であるがゆえの、冷静な会話があるからかな。また、クローズドサークルも乗って、物語の舞台が現代に近ければ近いほど、携帯電話とかがあるから、どんどん難しくなっていきますが、この作品では、登場人物自ら、クローズドサークルにしているので、
違いに関係なくクローズドサークルを構築できるし、その点斬新ですよね。なお、ミステリあるあるなんですけど、ミステリに倫理観を求めてはいけないのですが、この作品は特にそうですので、そりゃそうだと思った未読の方、ぜひ読んでみてください。最後にご紹介するのはこちら、ガラスの塔の殺人、知念美希と実業の日本社です。作者の知念美希とさんは沖縄県生まれの現役のお医者さんです。2011年にバラの町福山ミステリー文学新人賞を受賞され、2012年に誰がための刃レゾンデートルでデビューされました。知念美希とさんの作品には私の別の動画ドラマ化されたことのあるミステリー小説5選でご紹介した祈りのカルテや、結構長いシリーズとなっている人気ミステリー小説8選第1弾でご紹介したアメクタカオの推理カルテシリーズなどがあります。何しろ現役のお医者さんなので、やはり医療ミステリーが多いですが、ミステリー好きな私にとってはみんな面白いんですよね。なんでかっていうと、この先生は幼少の頃からミステリーを読んでいて、ミステリーに対する愛が半端ないからです。この作品ガラスの塔の殺人は、そんな作者のミステリーへの愛が凝縮した結晶のような作品です。何しろ最初に館の立面図、平面図が2ページにわたって詳細に提示されているし、登場人物も整理されていまして、ちゃんと本格ミステリーの流儀を踏襲しているところが素敵です。この作品の出版元である実業の日本社のホームページにある作品の紹介にはこう記載されています。雪深き森で三千と輝くガラスの塔、地上11階、地下1階、唯一無二の美しく巨大な戦闘だ。ミステリーを愛する大富豪の呼びかけで、刑事、霊能力者、小説家、料理人など一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で次々と惨劇が起こる。館の主人が毒殺され、ダイニングでは火事が起き、血まみれの遺体が、さらに血文字で記された13年前の事件、謎を追うのは名探偵青井月夜と医師一条悠馬、散りばめられた伏線、読者への挑戦状、圧倒的リーダビリティ、そして驚愕のラスト、著者初の本格ミステリー長編大本命。2022年本屋大賞ノミネート作品ミステリーを愛する全ての人へ。また同ホームページの紹介文には本格ミステリー作家の方々の寸評がありました。島田総司先生、当作の完成度は一世を風靡した我が新本格時代のクライマックスであり、フィナーレを感じさせる。今後このフィールドからこれを超える作が現れることはないだろう。綾辻ゆきと先生、ああびっくりしたとしか言いようがない。これは僕の多分に特権的な驚きでもあって、その分戸惑いも禁じ得ないのだが、ともあれ皆様、怪しい館にはご用心。私の読んでみた感想ですが、もうミステリー好きにはたまらない内容でした。ミステリー好きのミステリー好きによるミステリー好きのための作品と思いました。リンカーンの名言をもじりたくなるほどの内容なんです。過去のミステリー小説へのリスペクトがすごくて、作中に登場するミステリーの名作たちは私が読んだことのある作品が多くて、中には軽くですけどネタバレ気味な記載もあったりして、ちょっとヒヤヒヤしました。また物語自体も素敵で、私もミステリー好きらしく一生懸命伏線を読み取ろうとしたんだけど、結局その斜め上を行く衝撃的な展開でもう楽しかったです。読者への挑戦状がなんと2回もあるなど、ミステリーの流儀や作法をちゃんと踏襲した上で、思わぬ物語展開としっかりとした伏線回収が、いやはやもう神業だなと思いました。有名なミステリー作品と作家に対する敬愛がこれでもかってくらい詰まってます。あとこの作品を読んで、私自身古典とも言える海外ミステリーをあまり読んでいないことに気づけました。あ、もちろん有名どころは読んでますよ、ホームズとかポワロとかは。だけど私の別の動画80年代に刊行されたミステリー小説4選
でもご紹介した実格感の殺人に出てくるような海外ミステリ作家の方々の作品はそう読めていないので、これからでも読もうと思いました。やはり古典や歴史を知っておくってことは重要ですよね。ミステリを楽しむ上では欠かせない情報、知識なんでしょうね。でないとこのような作品は十二分に楽しめないと思うので。でもこの作品はこれら古典を読んでいなくとも、また登場する実際のミステリ作品を読んでいなくとも、とても楽しめる内容なのでご安心くださいませ。むしろ単行本の帯にも記載がある通り、日頃ミステリーを読まない人にこそおすすめしたい感じです。ミステリ好きな方も、普段ミステリをあまり読まない方も、未読ならばぜひ読んでみてください。以上、綾辻ゆきと先生じゃない館ミステリを3作品ご紹介しました。私がこれまでご紹介していなかった作品の中から抽出しました。いずれの作品も本格ミステリの代表格である館ミステリのさらに代表となるような作品ばかりです。ちなみに冒頭で提示しましたように、私の別の動画では他の館ミステリも別のテーマでご紹介していますので、そちらの動画もぜひ合わせてご覧いただければ幸いです。今回ご紹介した作品および私の別の動画でご紹介した館ミステリを未読の方はぜひ読んでみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどんいろんなミステリ小説をご紹介していきますので、高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。